皆さんこんにちは、大学受験の起業会の加藤です。知は力なり。はい、まあこれやっておきましょう。今日は、英語の学習をするときに知らない単語が出てきたとき何で調べてみるべきかというお話をしましょうか。電子書で知らない単語を調べてみようっていうのは私はいいことだと思います。当然です、いいことですからやってください。ですが、現役の高校生の中にも電子辞書をちゃんと使えないっていう子っていうのはたくさんいるんですよね。自分の調べたい単語を電子辞書で入力をしてみて、一番最初に出てきた単語の意味をとりあえず訳に当ててみるっていうことをやる子非常に多いんですよね。例えばこんな単語を調べてみましょうか。動詞プルーブという単語です。一番最初の意味を調べてみると、何々ということを立証するというふうに書いてありますね。ところがプルーブは多義語です。したがってこの意味で毎回、訳がバッチリうまくいくかというとそんなことはありません。多義語を調べたり複合語を調べたりっていうことが電子辞書っていうのは苦手です。なので違うもので調べるっていうことを私はうちの塾生さんにはお勧めしてます。皆さん高校へ入学した時に各高校で単語帳って交わされませんでしたか？例えばこれだとちょっと、色が違うかもしれませんが、アルクの菊炭です。菊炭の、アドバンス6000、ちょっと語数が多いので高校2年生3年生で高校で買うっていう場合がありますが、菊炭のいいところは、やや難しい単語が漏れなく使える意味だけ載ってるっていうことなんですよね。なんでこれ正直おすすめします。一方万能だっていう風にして私すごくおすすめするのが、大垣市内だと大垣東高校で、1年生から交わされて3年間使うシステム A 単語、マジでこれ最強です。もう3年間これで戦えます。具体的にどういうことかっていうと、このシステム A 単語の一番後ろにある単語作品から知らない単語を探せばいいんですね。例えばですね、この単語作品から自分の知らない単語をぜひ調べてみましょう。単語のページっていうとシステム A 単語っていうとこんな風になってますね。見えますかね。システム A 単語のいいところは、教科書の本文や、入試問題の長文の中に出てくる、意味で、およそ一番上から、当てはめていくとズバリぴったりの意味になるっていうことなんですよね。そこが一番使える。で、辞書だと何番目が有効なのかっていうのがはっきりしません。1番から順番に出てくる順番じゃありませんが、システム A 単語は上から順番に出てくる順番だというふうに言っていいと思います。先ほどの、菊炭もありますね。これもいいところは結構突飛な日本語訳を当ててある単語っていうのがあるんですけど、その方が本則ではありませんけどズバリ長文の英訳には効きます。調べたい単語が出てこないんじゃないかっていう人いますね。正直それはあります。で、それを補うのが電子辞書なんですね。電子辞書でもう一度、単語帳に載ってないものをこっちで調べます。これで完璧です。で、きっと今一度調べた単語っていうのは何度もわからなくなって同じ単語を調べまくることになります。その時に電子辞書じゃなくって単語帳で一旦調べた単語に付箋を貼るなり蛍光ペン引くなりマークしておいてください。また開いて、あ、この単語僕2度目や、またこの単語調べてるんだって、この繰り返し繰り返し単語を調べて単語を覚えるっていう作業が単語力の形成につながります。面倒くさがらずにこういう作業っていうのは必要ですから、ぜひやっていきましょうね。では今日はここまでいたしましょう。またの配信をお楽しみになさってください。